金子マサルの言いたい放題新春第二弾は新しい戦前が来るえ今日はカタストロフに備えようということでですね金子さんの悪魔の要言これをえ展開したいと思いますえ前回は破局が来るんじゃないかというそういうふうな 話でした、まあ、主に経済問題、えー、年末年始にかけてですね国際市場がいろいろ荒れてきてついに国際金利が跳ね上がりました、まあ、そういうことを皮切りに金子さんは今年はですね相当こういろんなこう混乱が予想されるんじゃないかというそうですね,ねで今回は少し広げて政治経済学的な、うんうん そういう日本の政治や社会も含めて、うん、ちょっとカタストロフがいろんな意味で起きようとしてるんじゃないか。そこのところを焦点が出て,てみたいなというふうに思います。今を理解するためには、やっぱり歴史的っていうか、この戦後どういうことがあったのか、そしてここに立ち至ったのはなぜなのかということを加味しながらですね、すこの破局論を少し考えてみたいということ、ね、そうですね。うん、産業としてはね、 エネルギー産業、原発60年稼働も含めて、あるいは、あのー、石油元売り補助金とか、電気補助金とかいうのが、やっぱエネルギー産業が、あの、支配のコアになって、それが全体を、衰退を招いていくっていう、そういう部分も、ちょっと触れながら、政治経済学的な話をしようと。で、まずね、あのー、この間起きてるのは、感覚麻痺が起きちゃって、 いるなぁと感覚の麻痺、ね、<ー>っていうのは安倍さんのところででたらめが続いているので岸田さんがやってることがいかに民主主義の歴史の中で異常なことかと、うんうん、いうことに対して漠然と思ってるけどなんとなくそれがどういう意味を持ってるのかっていうのをきちんと指摘しない。うん 一点が問題じゃなないかなという,ふう,に思うんです、ねうん、要するに安倍政治の8年間あるいはこれまでの10年間でもってその世の中のなんていうかな常識というかいいことと悪いことのメモりがなんかごちゃごちゃになっちゃったみたいなとこありますよね。そ,それに比べればまだいいかとかまだぬるいかっていうそういう話になんとなく見えてしまうけど岸田さんがやってることもちゃんとそのねそれなりの尺度で測ったら どうなんだろうってことを考えなきゃいけないですね。あの、日本経済の仕組みが終わると同時に、自民党の戦後政治も終わるんです。<ー>そういう意味で終焉を迎えつつある、その現象を、きちんとした冷徹な目で見ていると、何が終わろうとしてるか。で、これは僕は、まあちょっと後で言いますけど、戦後の処理。 うん、いわゆる戦争責任のあり方を含めたドイツと日本のあまりに対照的なこの日本の無残な姿っていうのが一体どこから来たのかっていうのを正確に分析をしそしてそれを覆していくってことを心を見ないといけないそう考えるとね、うん、まず支持率25%不支持率69%他の、えー、新聞各紙では支持率30%不支持率50%台 この政権が重大な政策転換を行っているんですけどこれって国民が支持した政策と言えるのかっていうごく当たり前の問いをしなきゃいけない、うん、これは、まあ、こういう政権でもちゃんと国会に諮ってきちんと議論するんだったら別だけど政権の中だけ、ね、官邸の周辺で何かことを決めてしまうっていうちょっと変ですよねそ,うでそれはおっしゃる通り民主主義の手続きの徹底的な無視が行われていると。うん 選挙の公約もないと、増税に関してね、うん、あるいは臨時国会が終わった途端に、忖度の御用達を集めた政府,政府の会議、とかね原発60年稼働とかいうのもそうじゃないですか、これで勝手に決めてしまう、うん、これは政策手続きに正当性があるのかっていう問題を突きつけてるわけです、うん あんなふうな決め方をされたら、本当国民を怒んなきゃいけないんだけど、なんかこう、もう今の政治めちゃくちゃやってるから、別に珍しくないようなね、そういう感じが起きてしまいましたよね。でも、考えてみれば、ねちゃんとした議論をしてるのそのためことを我々に説明してるの何か、えー、ちゃんと民意を聞いてるのかみたいな話が全然ないですよね。そうですね。でしかも、 やっぱり統一教会問題をきちんと解決してないままで、外国のカルト宗教商談との関係を不問に付したままね、国防とか原発政策とか会見とか、こういうことをどんどん決めちゃっていくっていうことが、政治的に、まあナショナリストでもね、これでいいのかと思うんだと思う。うん、で、特に僕がひどいなと思うのは、まあどうも、 文春とかね、ああいうのを見てると、あの、統一協会は実は北朝鮮とも関係があるとかね、もう5000億円ぐらいのお金をう見ついてるとかいうような話まで出てくると、そうすると今、北朝鮮とロシアが一体化しちゃってるわけじゃないですか、ミサイル技術を共要してね。それで、まあ、あの、そこの影響が入っている自民党の方が、北朝鮮のミサイルで、 じゃあ防衛しましょうみたいな話になって防衛費の増強になるとかねなんか政策の決定の根本のところが揺らいちゃってるような気がするんですだからもちろんあのきちんとしたねあの例えば推薦上で政策協定がどういうふうに影響してるのかとか細田さんとか萩生田さんとかきちんとしたあの弁明をしてないような ああいうことを放置して政策をどんどん進めているっていうことがなんか正常な政策決定とは言えないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。うん、だかから統一教会のの問題を見てもやっぱりおかしいなと思うのは あれだけね日本人がこう苦しめられてですね、お金吸い上げられたわけでしょう。そのお金が韓国に渡って、それで統一協会の活動費になって、ある部分はアメリカに行き、ある部分は北朝鮮に行き、その北朝鮮がそこで、えー、ミサイル作ったり、核武装したりして、それで日本が驚いて、じゃあそれ、それでだからまた日本で、えー、これから防衛費を増強しようみたいな話になってしまう。うなんかめちゃめちゃ、 なんかこううまくつながってんのがあるのかなと思いたくなるようなありますよ、ね。そういうこと言えば、まあサハリン1-2はと思われ、アーク2みたいな日本に関係ないようなプロジェクトにお金をどんどん出して、うん、で、そのお金がミサイルの開発になって、それが北朝鮮回ってみたいな、<laughs> なんだこれはっていうような、うんきち、まあ、どこまで因果連邦あるか別にして、きちんと誤解のないようにさせるためには、そこのところきちんと整理をして、 あの政策決定の透明性っていうのを出さないと、うん、ちょっとこれはまずいなって関わるのに国防にカルトー宗教問題とか,か憲法改正にかかって関わってきたりするっていうのはちょっといかがなもんかなっていうのを、うん、私は、ね、ちょっと売れますね少し。政党のガバナンスとかってよく言われるけどもまっとうな政党が機能してるのかどうかっていうねそこにちょっと疑義が。 だからね悪いことをしてる連中は悪いことをしてるっていうことを一番よく分かってるんですよ。分かってますかね <laughs> 分かってるんですよ。もう持たないってことを分かってるんですよ。だから強行突破を図るしかなくなってるんですよ。これが今の状態だと僕は思ってるんですよね、えー、確かにね見てると本当にそのこれが抑止力になるんだとかね。 それこそ敵基地攻撃能力が必要だと本当に思ってるんだったら堂々と説明できるんだのに何か知らないけど身内の有識者だけで話を決めてポーンと出してそれだら財源問題にすり替えてしまってもうそういうそもそも論をさせないっていうのは何か本人たちがいかがしさを持ってるからこう急いでやってるような感じがしますね。一回国会が終わったとそういうことやるんだけどメディアの一部はそれが当たり前であるかのように、うんうんうん 書いちゃったりしてるわけですよね。もう戦前メディアと同じじゃないですか。そうです。それか官僚がまあいろんな意味で忖度して公文書改ざんをするから、当たり前のようなそういうやつしか上に行けなくなってきてる。おまけに学術会議の介入は依然として続いてるので、批判できる学会みたいなものを解体しようとしてると。うん、なんかそれって戦前とそっくりになってますよね。うん、で、うん、敵基地攻撃能力の抑制効果っていうのも、 言葉の定義がしっかりしないわけですよ。言葉の定義。それはどういうことですか元々戦略核兵器は、うん、あの人工衛星がお互いに監視をし合って、うんうん、核弾頭をついて、つけて、燃料を注入したら、うんうん 先制攻撃しますよっていうのをお互いに分かってるから、あの,、うん、あの戦略核はあっても使えなくなってるわけです。うん、ところが戦時核とか、うん、あるいは大量破壊兵器で普通撃つようなもの、ねうん、その通常兵器分からないわけじゃないですか。うん、そうすると、少なくともじゃあ、あの敵基地攻撃能力、遠距離のミサイルを作るんだったら、運用ルールを やんななきゃいけないわけけわですよね、うん、どういうふうな状況になったら攻撃していいのかっていう,、ね、うでよく見ると、先制攻撃、事実上、先制攻撃みたいなことを平気で言ったりするから、これだったら、泥沼の,の紛争になっちゃうじゃないですか、戦争になっちゃうんで、そういう意味では、きちんとした民主主義的な手続きで、うん、何をどこまであの使っていいのかっていうことを、きちんと考えなきゃいけない。 その議論をしちゃうと非常に曖昧だから、その根拠を失うから議論させないで、ともかくそれはもう、向こうがやりそうになったら、こっちがやられる力を持ってんだ、持ってれば、相手は動いて、動かないんだ、みたいな、なんかこう、希望的観測の寄せ集めみたいな形で抑止力が出て、僕出てますよね。僕はね一旦決めちゃえば、集団的自衛権もそうだけど、あとはみんなナーナあで行くだろうと。で、僕は 今回のテーマの中で重要なのは、戦争責任を問えない自民党っていうのが、うん、結局、まあ、金融危機の時もそうだし、それから原発の時もそうだし、誰も経営者も責任取られない。責任、うん経。経営責任とこの話はどう同う風に絡むと、ね。いやいや、だからそういう責任を問えないような、無責任体制っていうのを、うんうん、結局最後に責任を問え、 問われるのは嫌なわけですよ。うんうん、そうすると、例えば経済政策がこのまま一回破綻していくわけですよ。うんうん、破綻してカタストロフになったら、すべてをチャラにする、そういう、うなんていうんだろう、えー、どう、誘引っていうのがね、インセンティブっていうのが働いてくる可能性があって、うんうん、戦前も結局、あの、金本位制に復帰して失敗をし、それで、結局、満州事変やいろんなところへこう、ずる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 引き込まれていって、 まあ確かに財界の首脳はテロの対象になったけど、協力、戦争協力して、で、突っ込んでいっちゃったわけですよ。うん、で、戦後、財閥解体の対象になったわけですよね。それと同じことで、責任を問いたくない奴は、そういう誘惑に駆られるわけですよ。運用ルールがなければ。で、そういうことは、いや、狼が来るみたいな話かもしれないけど、いくいつでもできますっていう体制ができちゃうわけですよ。うん、つまり、チェックがな、ノンチェックのまま、うん そういう危ない状態を我々がこのまま放置していくとできちゃいますよ。残ると、例えば、調査、調査クの爆,爆殺事件とかね、あるいは、竜城港の線路の爆破事件とか、でっち上げれば何でも作れるわけで、そういうふうになってくると、うん、今、うん、今の自民党がいろんな経済政策で全面的に失敗し続けてるわけじゃないですか。で、それを全部チャラにしたいと思ったら、どういうことをやりかねないっていうのが、 今の状態。つまり。問題をすり替え、要するに、その失敗を認めずに問題をすり替えてしまうってことですかそう。え確かにね、こういう運用ルールもなくて、まあめちゃくちゃなことが平気で行われてる。なんかこう、これって前にあったような気がするんですけど、まあ、今日のテーマでね、まさに戦前ってそんなようなことで、 日本人が戦争に突入してったんじゃなかったりしからねそ。そう。だから新しい戦前っていうネーム、うん、ネーミングが出てきたのが、うん、なんとなく似た雰囲気来てないかなっていう、そういう感覚にみんな襲われてんだと思うんです。うん、なるほど。どうしてそうなってきたんですかね。これやっぱりね、戦後の出発点っていうか、自民党の本性みたいのが表に出てきちゃったんじゃないか。と、うん、いうか結局、本性っていうか、戦争責任をは,はっきりしないまま、 まあ、新しい冷戦構造に入っちゃったっていうところがありましたよね。で,で,で経済が衰退し始めたら、安倍さんがアベノミクスって言い,言いながら、同時に歴史修正主義を全面に掲げるようになってきて、まあ結局戦争の責任なんか何もなかったんだ、みたいな。うん、みんな悪いのは中国や韓国や北朝鮮なんだ、みたいな話にどんどん。 なるほど。確かに安倍さんって言うと、アベノミクスとか、そっちの方にね、注目されるけど、安倍さんって同時に、イデオロギー的には歴史修正で、結局自分たちがやってきた戦前みたいなものを、こう、蘇らそうとするような、あの、ベクトル側の人の中に働いてましたよね。そうそうそう。それが、安倍さんの8年の中で、大体こう、まあ、韓国、うん 中国をね、こう見下すような、うん、敵視するような雰囲気が高まってきたってこと,と、関係あるんですかね。そう。で、これはね、やっぱり、日本とドイツの違いっていうのがあまりに対照的なんじゃないか、ねうん、なるほど。で、戦争責任を曖昧にして、改憲を自民党はせ政治目標にしてきたわけですよね。それで今言った敵視、中国、韓国への敵視で、歴史修正主義をやりながら、結局ね、 責任を取らないっていう丸山正夫が言ってるような戦、あの、無責任の体系みたいなものが、戦後もずっと引き継いじゃっていて、うん、で、安倍さんはそのゴンゲみたいな人間で、うん、に、結局自民党の出版、あの、民主党の政権でひっくり返された後に、これをカバーするために、責任を全部ほり返、ほ、ほっかむりして、そっちへ向かっていこうと。 だから、もともとこの間の、あの、経済の衰退って、1997年の金融危機以降じゃないですか。そうですね。で、まあ、山田さんと一緒にやったように、まあ、誰も経営者は責任取らない。公的資金を入れるなら、きちんと責任取って、手術しなきゃいけないことをしないで、財政金融でだらだらダラダラ、みんなを救ってくる。あるいは、原発事故が起きても、誰も経営責任を取らないで、 結果的に原発再稼働を持ってくる。そうですね。なんとなく。まあ原発なんて分かりやすいですよね。あの福島であの事故があった。どうしたなのかということをきっちり議論しないで、いろいろ報告書はたくさんで出たんだけど、本当の意味の責任は取らないわけですよね。それで知らない前に再稼働が始まり、新しい原発の新造設を作ろうみたいな。これって本当戦争責任が曖昧にされたのとまず似てますね。 皆さんが読んでるかどうかあの中高文庫で失敗の本本質って本があるじゃんあ、うん、あの日本の戦争って兵隊はみんなよく頑張るんだけど作戦を作ってるあの将校たちはみんな無能で真っ先に逃げちゃうわけです。 同じよようなことが今起きちゃってるわけですよ結局原発労災失敗してんだけどみんな逃げ,逃げちゃって結局責任を放火むりしていくでミッドウェー海戦であの戦力を全部失われても敗北を認めないで、うん、結局原,発原爆にこう落とされるまで負けを認めなかった、うん、で、うん、インパール作戦みたいにもうあれですよねる戻る。 可能性もなないような形でビルマ戦線で行くっていうねで今いつか来た道ってここで書いたんだけどそれに似た方向へ向かっちゃったんじゃないかなで安倍さんのアベノミクスって結局その集大成でドイツがまあ徹底的に戦争責任を取って近隣諸国と EU の共同体を作り、うん、アメリカのイラク戦争でもアメリカに対してもノーと言うし今みたいに原発がまあ武器の対象になるあるいは化石燃料を ロシアが来れば再生エネルギーを環境保護だけじゃなくて非戦のエネルギーとして頑張ると、うん、そういうのと比べると日本は全く対照的ですそうですねそのやっぱり根本にあるのはこのマルイチと書いた戦争責任の曖昧かここからいろんなものが始まっているだから僕らは戦後の選択から根本的に間違ってたんじゃないかそれを今反省しなきゃいけないんじゃないかそうしないとカタストロークから 本気で、あの、抜け出すことができないんじゃないかっていうことを僕は問題意識としてずっと持ってるんですよ。うんうん、で、結局ね、あの、安倍さんはアベノミックスでトランプやプーチンと仲良しで、その、うん プーチンがオリガルヒー経済っていう新興財閥作って自分のお金でぐるぐるぐる、あの一部のやつが回して経済力はどんどん落ちていくんだけど軍事だけ、軍備だけが強化していくみたいなね。それと似たような経済政策、それを追求してるのが防衛費の倍増であり、原発60年稼働であり、そういうことなんじゃないかなっていうのを僕は強く あの感じてるんですね最近は、そのあですよね、エネルギーが転換するということも、まで、こう、逆転に取って、それで原発を推進しようとするという、なんか、全く方向が違うところに、舵を切ってる気がしますね。うん、で、岸田さんが3、三代目の政治家で、結局は同じだったんだな、みたいな。同じって安倍さんてあ。そうそうそう。うん、戦後の、なんか、残された、積み残された課題を、私はじ、あの、 答えを出したんだっていう。この間、そうですよね。あの、年頭書館で何をするのかあったら、積み残された課題について、もう取り組むんだ。それ何かあったら、結局、防衛力の増強と、原発再稼働じゃないですか。やから、公知会も結局、そうなっちゃって、自民党の当税である、あの、憲法改正とか、戦争責任のは放棄とか、その、そういう方向へ、 彼はは選んんじじゃゃったんじゃないか私は自民党だとということなんでからかかちょっとみんなが岸田さんに幻想を持ったのは池田隼人みたいにね経済政策路線で平和主義みたいな形で行くんじゃないかなと思ったけれど実は自民党自身がもう岸田さんの宏池会がそういう余力がない自民党の本質が丸出しになっちゃった。失敗の本質がいよいよよ どんどん進行しているっていう、今そこのところを問い直していくっていうことが、とても大事な状態になってるんじゃないか。うん、そうじゃないと、財政金融が破綻していく、貿易もどんどんダメになっていくっていうだけだと、我々は何を選ぼうとしてるかっていうのを、もう一回新しい日本を作っていこうと。 新しい戦前ではない新しい日本を作ろうとしたら何を拒否して何を新しい方向へ行くのかって言ったら少なくともドイツと日本の分かれ道は何だったのかを考えてくることがまずヒントになるんじゃないかなっていうのは僕の考えなんですね、うん。 やっぱりそれはじゃあどこから考えていったらいいんですかねあ、この前の前回はあの自動運転とか電,電気自動車とかね、あるいは財政金融とかそういうことを言ったんですが、もう一つはね、やっぱりエネルギー産業っていうのがこの悪っていうかね、原子力村、まあ、あの原子力村っていうのは原発事故隠し、トラブル隠しで公文書改ざんを当たり前だったんですよ。 あの、か、情報革新はね。だから、もともとを言えば、それが原型になって、いろんな形で出て、原子力村っていうのが、うん、その、もう一回復活していくプロセスの中に、なんとなく戦前と似たような、うね、あるいは、日本、日本版オルガルヒー経済みたいなものに似たものが、復活してきたと。じゃあ、この予算も含めて、一体、あの、今、 安倍さんがやってきた政策、あるいは岸田さんがそれを踏襲している政策が一体何だったんだろうかっていうのをもう一度考えてみたい。うん、そう、先々回、あの、日本版オルガルヒの問題をあげ取り上げた時に、アベノミックスっていう、まあ、プーチンは化石燃料を財源したけどなかったんで、アベノミックスで財政赤字をばらまいていく。でに、国民をゆで返りにして株を買って経営者を、ま、 まあ、経営麻痺して、で、縁故主義で、周辺で、あの、いわゆる天下り産、あの、官僚や政治家や、あの、古い産業の経団連みたいな、そういう産業が、こう、ぐる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 利益を回していくみたいなね。そういうメディアを、あの、いわゆる抑圧したり、官僚性を壊したりしながら、ここで、ある種の体制を作ってしまい、 その巨大なプロジェクトに、えー、邁進しながら、そういう形で、えー、追求していった結果、軍事化と産業衰退みたいなものがどんどん起きてきて、うん、産業がどん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 衰退を加速させてしまうんじゃないか。うん、いや、本当おっしゃる通りですね。だからね、なあの失敗っていうものを隠して反省がない。 そういう、どうしたその失敗が起きたのかってことを曖昧にする。もうそういうことが今ものすごく多いんですけど、一番わかりやすい例が僕は原発だったと思うんですよ。ああ、その通りだと思いますね,ね。先ほどあの、金子さん言われたように、だっていろんな形でもって原発の事故とかトラブルとかズルとかインチキが行われてて、個別には指摘されてるけども、その本当の反省がないまま伏せられてて、 でそれもまた隠して、うん、それで新しいエネルギー転換が起きる再生可能エネルギーとか新電力をどんどん潰していってで、ね、でいわゆる新しい方向へ産業構造変えなきゃいけないのに一部の,その独占的な大手の企業をんていうか取り巻きをこう作ってそこの中に利益をぐるぐる入るます。 うん、まあ僕はあの日本型オルガルヒって呼んでますけどそういう形でどんどん進んでいくと結局日本の産業がどんどんうまくいかない中で防衛費とか原発とかそういうものに依存していって一部の人の利益だけで国民はどんどん貧しくなるそういう動きがどんどん加速していくんじゃないかなと思って、うん、今おっしゃったような確かにそのこのエネルギー産業なんていうのは国の根幹ですよね。うん、だからそういういところが 真とした反省がないまま、まあ、エネルギー革命というですね、それこそ、その、何、もう何百年に一回っていう、そういう大きなものにはぶち当たってるわけでしょう。そうすると、この転換を間違えちゃいけないんだけども、そんなような業界に任せてたらば、やっぱ本当にこう、日本が、エネルギー転換ができるのかって非常に疑問ですよね。前,前回の、うん、あの、114兆円の、 大型予算はもう持たないんじゃないかっていうふうに言ったじゃないですか。うん、でその政策の中身も、うん、結局ガソリン補助金とか電気補助金とかそれからその後ろ側で原発の60年超の動きとか、ね、あるいは新設とかね原発新設とかそういう政策を裏付けていく。ですから本当の意味のエネルギー産業のに携わる人たちがその原発の の事故につながった自分たちの構造的なそのなんていうか問題点みたいなものをきちんと反省してないわけですよね。反省してないから、うん。どんどんひどいことになる。で、で今おっしゃったあのエネルギー補助金ね。うん、あの、これだけ物価が上がって大変ですよね。それでもって石油元売りにその相当な超の単位でもってお金がいってるんじゃないかと思うんですけど、それだってやっぱりこう、いろいろ本当にああいうやり方が これから日本のエネルギー産業を育っていくのに必要なのか。あとね、うん、あの、うん、メディアが十分に批判してないんですけど、うん、あ,あれはね、値上げの、うん、あの石油が値段が上がると在庫評価益というのが出るんですよ。例えばあの一バレルあの六十円で仕入れたのが売るときには八十円になってるじゃないですか。 そうすると、この20円の差益が出るわけですね。すねすねこれが評価、在庫の評価益なんですよ。これ100%保障してるんですよ。うん、つまり、在庫評価益には手をつけないで、あの、値上がりの分だけを、その補助金出しているっていう補助の仕方なんですけど。だから、値上がりの分だけ補助金出すってことは、平気で値上がりができるってことですね。そうそうそう。<laughs> だから、もしあれがれ、 補助金が出なければ、それは確かに値上がりがすると国民は困るけども、国民は困ると、その消費量が落ちるわけじゃないですか。そう,すそうそう。なかなか値上がりができない。い競争をしていれば、その在庫の評価益も削って消費者に還元するわけですよ。それが全然起きてないっていうことなんですね。ということはあれはだから、 結局、石油元売りに利益を保証するための補助金みたいになってるってことですよね。で理屈としては、石油備蓄法で70日間石油をこの備蓄しなきゃいけないから、その備蓄で負担があるだろうっていう形で保証してんだけど、これは評価ゾーン、つまり石油の値段が落ちた時は在庫評価益がどんどん評価ゾーンになるわけですよね。それを税金上、減損処理で、 負けてあげてんですよ。なのに、上がってる時は全部保証するっておかしいじゃないですか。うん、だから、これはどう見ても、あの、価格をきちんと、その、まあ、莫大な利益を上げてんだけど、きちんと市場で競争させて、消費者に還元させるっていうのは普通なんです。ところが、あの、今、ちょっと見ていただきたいんですけど、 石油元売りっていうのはすごい独占状態になっちゃってるんですよ。河川ですね。河川。で、エネオスのガリバ河川になっていて、うん、今3社独占体制になってる。そうだから、いつの間にか業界再編されてしまって3社しかないんですよ、ね。いや、競争ないから100、100%在庫評価益を保証しちゃえば、うん、いくらでも丸儲けっていう状態になる。だから、結局ね、あれは、あの、ものすごいお金、あの、まあ、言ってみりゃ、国債でもって、お金を集めて、それを、 石油業界にばらまいたわけでしょそれは何かっていうと、う彼らが安心して値上げできる、値上げ分を財政で保障してやってるっていうですよ、ね、いや、その通りですよ。石油連盟とかに甘くりはあるしさ、うん、それから石油連盟は、あの、自民党に5000万円の献金はするわ、そういうぐるぐる回り。で、電気も同じなんですよ。うん、<も>ということは結局誰を見て行政をやってるか。だから僕たちにはね、これ、 あの、物価対策だと言われてるんだけど、物価対策と言いながら、実際には、業界の利益を、業界の独占的利益を保障してるんです。うんうん、そうですで。こんなことはね、ちょっと国際常識には反してるんですね。それから、あの、昨年の11月に公正取引委員会が、 中部電力、関西電力、うん、中国電力、九州電力なんかが、新電力、事業向けの新電力、新しく設立した新電力の、そう、締め出しをお互いにカルテルを積んで、締め出しを図ろうとしてるんですよ。だから、営業エリアでお互いに顧客を奪わない、市場競争はしませんと。で、これで1000億円の課徴金を命じられたんですよ、カル,カルテル。つまり、えー、あの、 今の電力会社の独占をいかに保持するかっていう政策を行っているのに、さすがに厚生取引委員会もメスを入れざるを得なくなっている。これなんてひどい話ですよね。<だ>そ<う>結局、それはあの,えあの、電力会社が地域独占だったんだけど、相互乗り入れすることによって競争して価格を下げろっていう政策だったじゃないですか。そ,うそ,うそれやると儲からないからってんで、カルトル結んだわけでしょ。で、カルトル結んだカルトルの言い出しっぺが、 実は関西電力だったわけですよね。そ,<う>その関西電力は告げ口したから救われて、他のところで一緒にやって、中国電力とか中国電力、こっちが大きな課徴金取られちゃったって話ですよね。電力会社でもっとひどいのは、この間見てると、値上げがひどいんですよ。40%とか、規制料金の部分は40%、50%上げてるんですわ。で、で、例えば九州電力はね、原発を もうフル稼働するから、消費者向けは値上げしませんとかね、関電は原発を再稼働し、ね、なんか原発が安いエネルギーであるかのような誤解を与える、印象操作してるわけですこれはだから業界と政府が結託して、国民に対して、これから原発が大事なんだというためのキャンペーンですよね、ねそうで原発は明らかに世界的に言えば、もう再生エネルギーよりもはるかに高いわけです。 これこそだからね、福島事故とか、それまでの原子力村の体質がどうだったのかということを検証して、反省してその責任を取れば、こんなことにならなかったんだけど、そ,<う>その責任体制を曖昧にしたがえに、こういうことがさらにひどい形でもってばかり通った。いや、インパール作戦みたいな状態で、原発新設まで入ってるわけです。60年超だけじゃなくてね、運転が60年超えても運転じゃなくて、1兆円ですよ、建設,建設費が。 で、8年かかるんですよ、彼らの言う言い分でも。うん、だから、それは、もう、はい、ウクライナ戦争と関係ないじゃないですか。だから、こういうことをやってると、まあ、冒頭のね、金子さん言った、戦争責任を曖昧にした、ね。それから、事故の責任をはっきりさせない。誰が責任があって責任を取らせてないっていう、無責任体制が、どん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 行政と産業を悪くしていく。そ,<う>その典型が電力業界にあってそうなんですよ。しかも、その業界が、これからのエネルギー転換っていう大事な、 その歴史的な大事なですねことにすか、まあ、関わってるっていうこれ日本にとってみりゃ大変な話ですよね,そ,うですねそんなところに任せていいのかっていう話ですねででちょっとあの時間の関係で完全にはできないんだけど、うん、そのこの問題の本質っていうのをね考えてみると結局東京電力ってもう潰れてるわけですよ、ね、そうで四あ1 0兆円の いわゆる自己処理費用が22から23兆になったわけです。そのうち税金で、うん、あの、負担して14兆円だけの負担にしましょうなってんだけど、14兆円だって絶対に返せないんですよ。潰れてるんですよ。そんなもの資本主義で生き残ってるんですよ。で、しかも10十点五5兆円の賠償費用をもう払ってるのに、裁判でバカバカ負けてるもんだから、 またさらに、あの、賠償費用が増、増額してくる。だからもう苦しい中に、どんどん苦しいで、で、しかも、小売部門は赤字だらけになっていて。でいや、だから、結局、東電、東京電力に責任取らせてないから、変な形でもって東電を潰しちゃうと、物に、経産省が責任被るから、まあ、言ってみりゃ、間に置いてるわけじゃないですか。そう。それはだから、政府と電力業界が、 お互いなあなあでやってるってことの証ですよね。そう。じゃそれで活かしちゃってるから、また問題がさらに複雑骨折してきてるっていう、こういう形でエネルギー行政が進んでっていいんですかね。その通りだと思います。東芝もそうですよね。うん、結局彼らの失敗ですよね。まあ、はっきり言うと、ううん、安倍さんの筆頭秘書官だった今井高谷氏と、それから今の、えー、経産省の事務次官だったあの島田隆氏、あの岸田さんの政務秘書官、 この、いわゆる官邸の真ん中を握っていた経産省がこういう形で責任を問われないまま、あ東芝なんかもうファンドにもてあそばれる状態になっちゃってるわけですよ。だからもう一回自己原発の柏崎刈場を再稼働するとかね、東海第二原発を、まあ事実上80万90万の周辺住民がいるのにそれを狙ったりとか、 だから規制庁の長官が経産省出身になっちゃってレフェリーとプレイヤーが同じになっちゃったりとかいうもう戦争中と同じようなデタらめの状況になっちゃってるでそれが今の原発60年超の運転であり、うん、原発新設なんですよこんなことやってたら世界はどんどん、まあ、例えばドイツとかオランダとかデンマークとか次々と再生エネルギーに展開してるわけですよアメリカだって中国だってそういう方向へ向かってるわけじゃないですか。 だからそういうふうに考えたときに。日本は取り残されますね。取り残されて、この新電力を潰しに入っている。うん、で,でもこれって、どん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 悪い方向に行ってしまってるってことですね。そうですね。で、潰しの中にもね、詳しくやることはできないんだけど、接続を拒否したりとかね、自己処理費用を新電力に載せたりとかね。だから、まあ、地元の大手電力会社がこれを排除するために、いろんな形で、 それからユーザーの相対いい取引の分だけこう全部確保しちゃって、うん、余剰電力だけ出すからスポット市場が卸売電力市場がすごい高騰して新電力がどんどん潰れたりとか、うんうん、もう本当にね不十分な発送電・発販分離がね、うん、一層の何て言うんでしょうかあの新電力潰しに加速させてるんですね。 世界を見れば再エネの方向に舵を切ってんのに、日本は結局昔からの電力業界を守るために再,再生可能エネルギーが活躍できないような、そういうふうな方向にどんどん行ってる。むしろ時代と逆行してるってことですね。戦、戦時中と似ていて、防衛費もそうじゃないですか。一部国有しよう、国有化しようとかね。からこの、えー、電力会社の独占を守ろうとかね。 こういうなんていうか一定の中心的な逆流が起きてるわけですね既得権益がもう全部をぶち壊しにいっちゃっているでもそれ,それが、まあ、今日のテーマでしょうけどもそういうことをやってると最後は破局が来るよという話ですねいやそうですねもう見てみれば、うん、戦争末期の状態なんですよ、うん、でこの前前回やったように財政金融政策が麻痺状態で。 日銀がこう歴史的な敗北を期してるでしょ。から産業でエネルギー転換ダメ電気自動車化ダメ ?RNA 医薬品って事実上あの RNA をコンピューターで設計する人工物の薬になってるんですよね。ワクチンなんかも。で ICT、IoT の情報通信産業。もう日本は圧倒的に遅れ始めちゃってる。から原発でこのエネルギー転換やった時、例えば ウクライナ戦争が終わった時に世界中がどんどん再生エネルギーと蓄電池とスマートグリッドになってるのに日本だけガラバゴス化していく。それから貿易赤字がこのままいったら年20兆円を超える状態であると。で,ね、で、日本だけ4分の1世紀も実質賃金が低下し続ける。人口減少もすごい。で、これ見ると、 あのも,うもちろんテロと言論統制とか財源なき軍備増強とか、うん、いろんな問題が全部社会現象としてもあのつきまとってるんだけど経済現象を見ても戦争末期の状況ないんですよ、うん、これ見ていただくと貿易赤字はもうすごい勢いで加速的に増えてるんですね。ここの前の前ととろを、まあ、統計で見るともう 貿易赤字が出たり出なかったりっていう状態がずっと続いてたのは加速してる、うん、も,うもうこれではほとんど慢性的な赤字ですよね。そう。で、これが、あの、回言ったように自動車一本足打法で、電気自動車化と自動運転で失敗すると、本当に恒常化しちゃう。うん、あどうするんだろうか。さらにもっと言うと、賃金、あの、こう言うと申し訳ないけど、岸田さんの年頭所感は、 ちょっといい加減してほしいなと。あの、彼、彼はインフレ率を上回る賃上げって言ってるじゃないですか。うんすね、これ名目賃金なんですよ。実質賃金じゃないですよ。うん、名目賃金もほとんど伸びてないんですこうやって見ると大きなトレンド。それは97年の金融危機以降を顕著にその状態、つまり失敗の本質なんですよ。うんうん、失敗して以降、 もう産業はダメになり、賃金は全く上がらなくなり、そういう国になってるんです。それをどうやって反転化するのかっていうのを最低賃金を上げるとかね、具体的にやることを産業支持産業をどう作るかとか、いろんなことは全くないわけですよ。だからあの掛け声だけですよね。掛け声だけ。多分それでお仲間のその重工調材とか大企業のところはある程度の。 まあ余力があるから付き合ってくれるでしょう。でもそれはごく上積みの産業であって、本当の日本の90何パーセントあるような中小企業はついてこれないですよ、ね。でね、もう一つはね、もっと深刻なのは人口減少なんですよ。うん、これ総人口一番下見てください、これ。ガーッといってるんでしょう。この加速度、これ2010年からだから、ほぼアベノミックスの間、じわじわ減ってきたんだけど、ここのところへ来て、 加速度的に減ってんですよ。特にコロナになってからはもう、あの、あれですよ、滝の状態ですね。ダダダダ。これを異次元の少子化対策と称して、財源も指定できない。具体的な政策も一つもない。こういうことで止まるんですかとで、やっぱり基本的には産業が衰退していることをどうやって食い止めるかっていう産業戦略も全くないまま、結局さっき言った、 原発、防衛費、いろんな自動運転ダメみたいな、いろんな新しい産業の衰退を放置してるわけですよね。うん、だから、本当の意味でこれで持つんですかって考えると、ね、僕はもう持続可能性はないと断言できると思います。となると破局。破局。で、ガタストログが来るんだろう。で、その時に僕が大事なのは、みんなね、なんやかんや言いながらね、は こう、アベノミクスでも10年持ったじゃないですか。あの、ダラダラやりながら、安倍アベ、ユデの外部で賃金は上がんなくても、とにかく持ったです。だからみんな、これからも持つんです、みたいなね。うん、正常とかなるか、みたいな。何とかなるかって、ね。こういうのを正常化バイアスっていうんです。うん、で、でも、何もしないで待ってて、また元に戻るっていうのは、勘違いなんじゃないか。なるほど。 昔、日本が右肩上がりだった時は、ね、なんかみんなでやってれば結構暮らし良くなったっていう、そういう記憶が残ってんでしょうけど、この衰退の30年繰り抜けて、もうそういう時代は終わったですね。そう。で、もう一つはね、加速主義。加速主義。カタストログが起きるんだったら、うん、早く起きちゃった方がいいと。うん、そうした方が早く立ち直る。うん、だけど、早く立ち直らないんですよ。うん、歴史は。 うん、一旦カタストロクが起きると、よりひどいことが起きる。うん、それがファシズムの歴史なんです。なるほど。みんな悪くなった時にみんなが何かしなきゃいけないってプラン B を持って、なんとかしなきゃいけないっていう、そういう動きがなければ、ただ、 待望してるだけで、どうせ壊れるんだったら早く壊れちゃった方が良くなるよ。良くなると転反転する景気が生まれないんです、うん、で、それはすごい要するにうるさえるだけ、不安がどんどん募るだけっていう。そういうことになって展望を持ってないと、やっぱりもう、なんとなく自暴自棄になっていく。それが誰か強い人に、こう、なんとかな、なびいていくような、そういう動きになるかもわかんないですね。全然がよくそうだったのは、今日は大丈夫だな、最初は社会主義者だったと。 次はリリベラリストだと気がついたらキリスト教信者もそうなっちゃったみたいななんか待ってる間にあっという間に悪くなってくるとものに戻すす力が働かなくなくんですよそこが僕は一番危機だと思うなるほどで脱成長論っていうのもなんか一見するとみんな我慢すればいいように思うんですけど 何もしないで待っていても、これはもう経済衰退なんで、悪くなっていく一方なんですよ。うん、脱成長どころか、今もう成長がもう衰退してる状態で、経済が衰退してる状況では、みんながポジティブにものを考えられなくなるわけです。うん、若い人のチャンスもないわけです。だから、もう本当の意味でプラン、まあ前回もプラン B を言いましたけど、新しい今の状態の中で破綻をどう防ぐか、 物価対策をどうするか、貿易赤字をどうするか、新しい産業をどう作るか、科学産業技術をどうするか、あるいは地方の経済をどう復活させていくか、みたいな具体的なプラン B を一生懸命考えていかなきゃいけない。うん、つまり覚悟を持ってカタストローフを迎えなきゃいけないんです。うん、まあやってくるけども、何もしないで待つっていうのは最悪だってことですね。最悪だと。うん、で、これが新しい戦前の 帰結だと思う僕は新しい戦前はカタストロフが来る前に、うん、あるいは来たらそれを覚悟を持って防ぐそういう、うん、あの、えー、考え方を自分たちでみんなで一生懸命考えながら自分たち一人一人が やれることは限られてるかもしれないけど、力を合わせていけば少しでも反転できる、うん、そういう動きができていくんじゃないか波、大波を押し擬押してくるときに、ただ呆然としては流されるし、う,うろたえれば持ってかれる。そうじゃなくて、来きたなと。俺はこれをしっかり受け止めるぞと。それはかなり押されるかもわかんないけども、そういうポジティブな姿勢がないと、そ<う>とてもじゃないから乗り切れないってこと産業もそうだし、地域もそうだし、うん、政治で言えば、 新しい女性の政治家みたいのがどんどん台頭して、うん、いろんな新しい政策を打って打つとかねそういう何か新しい戦前を防ぐには、うん、やっぱり能動的に何かをやらなければ防ぐことができないっていうことを強調した問題でしょうね自分の身のの身回りの中で 新しい動き、新しい目みたいなものを見つけるとか、それに対して自分がどう関わるとか、そういうことが一人一人に問われてる。僕はね、<う>弱いリベラルはダメなんだと思う。うん、なぜかっていうと、あの、戦前でひどい世の中がひ,ひどくなってくるけど、個人の中で自分の両親を一生懸命守って、戦争が終わるまで待ったんだっていう話を僕は聞くんだけど、それでいいのかなっていう。うん それも一つのやっぱり。うん、逃避ですよね。逃避だって。で、もう一旦歯車がひどくなると、その加速主義でいっちゃうと戻せなくなるで。戻せる段階でできるだけのことをしてからそういうことを言うんだったら、あの、そういうことをあのきちんとあの発言し、うん、そして少しでも。 あの自分ができることは限られてるけど、うん、少しでも貢献するっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います自分が前に向かって進んでいかなければ流されちゃうんでしょうねだから洪水に備えてやっぱり箱舟を作るぐらいの気持ちがなきゃいけないんですよねまあ山田さんも僕もそうですけど、うん、まあどうせ追い先そんなに長くもないんでそうそうできるだけのことはやっていかなきゃいけないなっていうふうに僕は思ってるんですね、うん、そうです ええー、じゃあ何をするのかっていうのは、こうすればいいよなんてのはないでしょう。一人一人、みんな自分の周りに何か新しい目がある。新しい人と人の動きがある。あるいは人のつながりがあるかもわかんない。そういうものの中に確実な未来を探していくしかないと思います。ええー、カタストロフに備えるためには、覚悟がいるというのが、今日の、えー、金子さんのメッセージだったんじゃないかと思います。はい、あ、これも本ありますね。 そうですね「現代カタストロフ論」という本を出しまして、うん、まあ覚悟を持って書いたんですけど <laughs> <laughs> ああなんとか、うん、なんとか悪くならないためには<う>できるだけのことを後悔のないようにできるだけのことをするってことが今私の考えることですね、うん、一番まあ冷笑やね冷ややかな笑いとか傍観とかで済む話じゃないでしょうねそうですね、うん、じゃあ、えー、また、えー、この続きはまたいろいろ 世の中どんどんこれから混乱が増えるかもわかりませんそういうオ折にあだってまた金子さんのお話を聞いていきたいと思います今日どうもありがとうございましたどうもありがとうございました